技列団とは、日本からの独立を目指すために結成されたテロ組織。独立運動家のコーナーをケイラの指導のもと、金元宝、角材キラを中心に結成された。本拠地の上海フランス疎開や北京で、手榴弾を密造し、艦長や洋人を対象とする多くの爆弾テロを起こした。しかし、 朝鮮系を含む一般日本国民を巻き込んで活動を行ってきたために支持が広がないことから組織としてテロで独立を目指すことに限界を感じた者たちと路線継続を望む者たちとで組織内対立が起きた。1926年以降に残った者で独立した際には社会主義国家を建国することを目指したが 1935年に、最終的に開催した。1920年春頃に、上海フランス疎開にて撮影された集合写真が、添付された、議列団員定理賞の警察資料、こうなお経金大池閣在基金原法意味を中理賞岩尾諸説ありこもん新興武官学校同窓満州吉林賞で、合流大韓民国臨時政府財政委員で、 早稲田大学生経過留学歴がある、草加へ必ずも、活動資金を支援するなど創設時期に携わった、重要人物だが、1926年、新民府に、新日派の疑いをかけられ暗殺された。1960年代には、政治的理由で、京北議列団事件の密告者とされ、議列団での活動記録を抹消された。なお、 親日派の証拠とされた複数の証言には、遺族会などから多数の矛盾が指摘されている。1922年6月に朝鮮総督府刑務局長に就任し、朝鮮人に対し友好的であった丸山鶴吉は、1923年5月14日の全国新聞記者大会で議列団について、悲観論で大げさな問題のような報道があるが、 朝鮮統治の根本から見れば些細な問題である。彼らの行動は独立のためではなく、共産党からの資金獲得のための芝居である。朝鮮人社会でも産業振興に賛同する有識者が増えており、過激派は相手にされていないとの見解を示した。実際に日本国内に残った多数派の朝鮮人社会では、 儀列団のような過激な活動の支持は広がらなかった。そのため、テロ路線継続か変更かで組織内対立が起きて、離脱者が多く出た。継続派は、旧進民族主義、社会主義路線を明確にし、他の路線の違う独立運動からを暗殺するテロを行った。1935年に継続派も、最終的に解散した。団員数は、 最盛期で2000人との見方がある。ただし、正規団員を頭株とする複数の組織を束ねる仕組みのため、自身が儀列団員であることも、攻撃の意図も知らずに、テロ活動を行う末端団員もいた。1949年4月27日、建国功労勲章令制定。1962年3月1日から巡国者、愛国活動からが、 建国勲章の対象となり、多くの儀列団関係者が受勲した。1963年12月14日、将勲法制定。大韓民国章、大統領章、国民章と改称される。1990年7月2日の将勲法改定で、大韓民国章、大統領章、独立章、愛国章、愛族章の後等級となる。 将軍法制定前の建国法省と大統領表彰は愛国省、愛族省、建国法省への変更が可能となった。以後の受訓者、金元法への受訓は2005年以降に末妹が複数回申請したが、越北を理由にすべて却下された。草加え必ずは1962年受訓予定だったが、 新日派を理由に取り消され、以降申請の度に却下された。1992年1月、大韓民国国家法どころが選定し、毎月発表する、今月の独立運動家の最初の一人に、金総玉が選ばれる。公領を寄贈したサルサルイヒロシが組織の正式な一員であったかは不明。昭和被弾員、ありがとうございます。